スイスの国旗は、スイス建国の元となった原産州の一つ、シュビーツ州の旗を元に作られた。15世紀に原型となるデザインが登場し、19世紀には、現在の旗のデザインに確立した。そして1931年には、国のシンボルとしてこの国旗を規定し、マークの乱用を禁止する法律が制定された。十字スイスの国旗の配色をして、 赤十字の表彰が作成されていることから、ほとんどの国が加入する戦地にある軍隊の勝者及び、描写の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約では、商標としてであるとまたは、その一部としてあるとお問わず、商業上の道徳に反する目的でまたは、スイス人の国民感情を害する恐れのある状態で、詩人、団体または、勝者が、 スイス連邦の紋章またはそれを模倣した気章を使用することは常に禁止するなどとスイスの紋章の濫用を防止するための特別な扱いが国際的に定められている。ヘルプマーク基準薬局制度が開始された際、看板に当初赤十字を反転した赤字に白の十字マークが発表されたが、スイスからのクレームがあり、白字に青の十字マークに変更された。 他に公共スペースで手助けを要する人のために東京都が制定したヘルプマークが赤十字を反転させた絵柄を組み合わせている。ありがとうございます。